まるふくボンバーズ第14回本公演初の試み、見届けよ彼らのライフタイムを。舞台はとある一軒家、そこに集められた男女13名。彼らはとあるウイルスに感染し、隔離を余儀なくされていた。限られた空間の中、一同は語るそれぞれの人生、ライフタイムを。しかしこの一軒家、何かがおかしい。迫り来る恐怖。私たち、もう死んでるんです。なになになに、どういうこと。そこから物語は思わぬ方向へ。彼らが取った行動とは、見れば何かが変わる演劇でも映画でもない、新感覚映像作品、ライフタイムライブ。今すぐお家でチェック。痛い。